皆さん、こんにちは。今日は、映画「我弱ければ」の作品紹介をさせていただきたいと思います。この作品は三浦綾子原作の小説で、矢島梶子という女性の生涯が描かれております。人間は弱いものです。どんな規則があっても守ることは難しいものです。現にこの主人公の矢島梶子自身も自分に絶対の自信があったのに情欲という罪に負けてしまい過ちを犯してしまいました。そんな時に生きた聖書であると作中に書かれておりますミセス・ツルー夫人という人と出会い、梶子は幼子のように神様の力を信じました。人間の律法やしきたりは人を苦しめるものが多いものです。カジコはやがて教育者となり、あなた方は聖書を持っています。だから自分で自分を治めなさいと、あえて決まり事や拘束を作らなかったわけなんです。カジコは、女学院の学長になり、国内そして海外でも活躍をするようになります。この映画、我弱ければ、第2コリント12章10節に、ですから私はキリストのために弱さ、屈辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱い時にこそ、私は強いからです。この弱さのうちに完全に働くという真理がその通りになることを知ることができるお話となっております。明治、大正という女性が一人の人間として尊重されることのなかった時代に、女子教育に力を注ぎ、女性解放運動をさせてきた、矢島梶子の生涯を、現代を生きる女性たちへのメッセージを込めて作り上げた作品となっております。徳島の上映会は、10月1日、アスティ徳島、10時30分から、そして14時からの2回の上映を予定しております。お時間のございます方、ぜひ、この映画を見ていただきたいと